今月も結構編集と収録の仕事やりました。その関係もあってか、自分のチャンネルコンテンツの制作に時間が割けず、スケジュールが押しに押してしまうのが困りどころ。とにかく12月までにクラウドファンディングのグッズリターンを送り切りたいところです。そんなこと言ってる間にさらに2本の編集が来てるので、なんとか折り合いをつけないとね。まあ仕事があるのはありがたいところですけど。今月頭にはリアルアバターが腰を再びブレイクし、ちょうど数日前にはインフルエンザみたいな風邪を患い、なんともまあ体調もギリギリな生活を送っております。勤務先も度がつく繁忙期が接近しているのもあって、これからさらに激しさを増していくのが労働の季節。クリスマスじゃねえぞ、労働の季節だ。皆様も体には十分気をつけてください。俺みたいに疲労困憊のままだとすぐに体調を崩すので、休養は大事、実際大事。うん。余裕があったら、またホロホロ山荘行きたいもんですね。あそこサービスの割に値段安いですし、温泉広いし、おまけに飯付き。リフレッシュしながら集中して仕事するには十分ありな旅館です。さて、皆様、もうお気づきでしょうか？指がナチュラルに動いてるのがよくわかるはず。そう、これがインデックスコントローラーというものです。ということは、ルミナスタジオも VR ユーザー待望のバルブ社の公式 VR キット、バルブインデックスを導入いたしました。発売日は11月28日ですが、実は11月頭に個人輸入代行にチャレンジをしていたので、入手したのは18日頃でした。まさかこんなに早く国内発売が決まるとは思いませんでしたが、これまで個人レベルの VR コンテンツ収録というものは、手指のモーションキャプチャーまでは難しく、コントローラーのボタンによる動きで見せることしかできませんでした。今回のインデックスコントローラーを使うことで、従来のコントローラーとは違った指のアナログ値を取得することができるようになり、業務レベルとまではいきませんが、ユニティを使った映像収録ができるようになったのは、まさにバーチャル収録の民主化でしょう。これで、どんな映像を撮るかと言われれば、実はこれまでと大差ないんですけどもね。ただ、指が動くっていうのがどれだけ自然な絵になるのかっていうのはご理解いただけるんじゃないかなと。ちなみに、ルミナスタジオのノートにて、今回のインデックス個人輸入の話と、ファーストインプレッションのお話を公開しております。後日、ルミナスタジオ公式サイトにノートへのリンクを作成いたしますので、インデックス導入を検討されている方はぜひご覧くださいませ。ルミナスタジオは、ピクシブファンボックスにてサブスクリプション型のご支援を募集しております。ご参加いただいた方は、このアクティビティリポートの冒頭でクレジット表記がされるほか、グレードに応じて様々な限定コンテンツをご覧いただくことができます。さらに、無料でご参加いただける公式ディスコードサーバーもありますので、皆様ぜひご参加くださいませ。